荒牧敦氏は、大分県大分市出身のプロ野球選手、コーチ、解説者、本格派の左腕で、その速球から、日の玉投手と呼ばれ、1985年に野球殿堂入り、大分市堀川に、鮮魚店の息子として生まれ、大分商業学校時代の1942年夏に、文部省主催の全国中等学校野球大会へ、出場。卒業後は、 大分共戦に進学し、1946年の全国専門学校野球大会決勝戦で、荒巻と並ぶ、快速球で知られた、山根敏秀を擁する鳥取農戦相手に23個の三振を奪い、優勝を果たす。一躍注目を浴びると、その後は、社会人野球の強豪星の組に入部し、1949年の都市大公に出場。AS、として、 チームを優勝に導き、ハッシュド賞を受賞する。その頃から球の速さは抜群で、当時メジャーリーグ随一の快速球投手だった、ボブ・フェラーにあやかり、和製日の球投手と呼ばれた。この9位に1948年頃から、プロ野球チームの争奪戦が始まり、巨人、大阪、阪急、大英などが様々な手段で星の組に勧誘を、試みる。 巨人は別府での練習時に星野組社長の岡本忠夫が経営する日名古旅館を宿舎に利用。阪急は浜崎新次監督が自ら別府に赴き、大英は北九州地区映画館収益の分配を約束したりした。大井広介の著書、タイガース氏や松木健次郎の著書には一度阪神と契約を結んだという記述があり、当時阪神に在籍した。 若林忠だの次男も若林からの伝聞として阪神が荒巻と契約していたと証言している若林の次男や松木は若林が荒巻を勧誘したと述べている1949年の夏以降プロ野球参入を目指す毎日新聞社が星の組の選手に勧誘をかける西本幸雄選手権任監督が交渉役になったが荒巻だけは 星野組社長の岡本が後見人を務め、契約も岡本が当たった。岡本は事情を荒牧と結婚させていた。最終的に荒牧は毎日オリオンズに入団した。松木は、プロ野球再編問題で、若林が阪神から毎日に移ったことと、星野組を主体に毎日が結成されたことで、荒牧も毎日に入ったとしている。 一年目の1950年は新人ながら26勝8敗、防御率2.06の高成績を上げ、最多勝利、最優秀防御率、新人王のタイトルを獲得。毎日のパリーグ初代優勝と、第一回日本シリーズ制覇に貢献したが、一年目の国士がたたって2年目からは、速球の威力に、陰りが見え始める。1951年10勝。 1952年7勝と成績が落ち込むがカーブの威力に磨きをかけて1953年には17勝でリーグ4位の防御率2.14と復活。同年の日米野球では日本のプロ野球選手として初の関東勝利を収めた。その後も1959年まで7年連続で15勝以上の勝ち星を記録し、 1954年22勝、1956年24勝と2度の20勝をマークした。1959年には9円に回って17勝を挙げるが、1960年には10年ぶりにリーグ優勝する傍らで、荒巻きは未勝利に終わる。1961年オフに星の組のチームメイトで、前来前監督であった西本が、 阪急のコーチに就任すると、同じくチームメイトであった西鉄の関口清司と共に阪急へ移籍。1962年はコーチ兼任であったが、わずか2試合の当番に終わり、同年限りで現役を引退。引退後は阪急一軍投手コーチを務め、退団後は日本テレビ、洋ナイター解説者を経て、1970年からは、 ヤクルトアトムズ一軍投資コーチに就任。在任中の1971年5月12日に、観光編のため、京都府立以下大学附属病院で死去。1985年に野球殿堂入りした。全身がバネのようで、小踊りするような投球フォームから投げる、快速球で知られ、当時メジャーリーグの速球投手で、日の玉投手と呼ばれたボブフェラーにあやかって、 和製品の玉投手と呼ばれた。その回速球はホップし、打者が地面ギリギリだと思って見逃した球が高めのストライクになったとの伝説がある。請球にも優れ、回速球や落差の大きいカーブをコーナー一杯に決めたほか、日本で最初にチェンジアップを駆使した国際派でもあった。常に爪切りを持ち歩き、指先の手入れを1時間かけて入念にやっていた。 キャシャな体つきで、こんな細い体でよく13年も当主が務まったものだというのが荒巻きの口癖だったという。足が速かったためダイソーとして起用されたことがある。ありがとうございます。